月油をつけた髪の毛には10センチもすくことができません。ですから高山さんはこの爪の櫛を非常に大切に扱います。この頃は爪の櫛をご家庭ではあまり見かけなくなりましたが、大変高価なもので1本5万円もするそうでございます。高山さんが先ほどから細長いボールのものを使っておりますが、これは曲げ棒と申しまして、形は千枚通しによく似ておりますが、高み張りを改造して強い高い材質でできており、徳山さんが各種工夫して自分に合う長さにした手作りの曲げ棒です。